い、皆さんこんにちは。3ヶ月になるかな、コストコ前回行ってからね。5月6、7、2ヶ月か。5月に行って、5月初めに行って2ヶ月、なんかすごい久しぶりって感じがするんだけど今回のコストコ目的、絶対欲しかったのがこちらのキッチンペーパーです。いつものキッチンペーパーです。これが前回買わなかったんだよね。1月に買って、前回買わなかった、5月に買わなかったので最後の1本になっちゃったので、これを買いに行きました。そして今回初めて買ったのがトイレットペーパーです。これ30ロール入ってるんですよね。このトイレットペーパー、コストコでは人気商品ではあったんですけど、今まで私たち買ったことないです。なんかトイレが詰まったりすることもあるとか聞いてたので、ちょっとおっかなびっくりだったんですけど、一度ぐらい使ってみようかと思って今回買いました。実際どうなんだろう、柔らかさは。よいしょ、今まで使ってるペーパーと比べて、はい、柔らかさ結構柔らかいです。ちょっと柄もついてます。ちょっとこれ使うの楽しみ。シングルダブルですね、うん、しっかりダブルです。はい、次紹介するのがこちら、ダブの、これはボディウォッシュ、ボディソープですね。これすごい一つあると助かります。3キロサイズです。普通の詰め替え用の8回分ということですね。はい、次はドラム式の専用洗剤になります。これうちでずっと使ってます。ちょうどなくなったタイミングだったので買ってます。はい、そしてこちらが、これはカークランドの柔軟剤ですね。これはもう初めて使いますけど、結構重い。何キロなんだろうこれ、すごい、何回も使えそう。こちらこんにゃくゼリーです。前回もこれ買ったんだけど、すごい美味しくて、一つあたりすごい食べやすいんだよね。こんなちっちゃいのになってて、ここからすぐ簡単に切れて、ちょっと小腹空いたような時にいいかなと思って買ってます。味もいっぱい、何種類も入ってるんだよね。4種類のフルーツ入ってます。おやつにいただきます。いつも買ってる全粒粉とか小麦粉なんかが入ったパンになります。これ機械でカットして冷凍しておいて、少しずつ朝いただきます。はい、はい、こちらかつお節のパックになってます。60パック入ってます。ちょっとやめて、はい、はい、これ買ってきました。はい、こちら大根1本大根結構この皮付きのまんま薄くスライサーでスライスして30分ぐらい煮込んで、すっきり大根っていうやつなんですけど、だしだけで食べるっていう
食べ過ぎた日は使うのであっという間に1本なくなっちゃいます。はい、これも定番です。オイコスのヨーグルトになります。これはタンパク質 12g 一つで取れるっていうヨーグルトです。砂糖不使用だけどプレーン味で、でもこのままでも十分食べられますね。たまにフルーツ入れたりきな粉かけたりしていただきます。はい、こちらもプレーンヨーグルトなんですが、同じぐらいの大きさかな、オイコスのとね、大きさは1個あたりは。でもこれは6個入りです。ちょっと変わってヨーグルトの3倍濃縮っていうのがちょっと魅力的で、初めて食べるんですがちょっと食べてみようかなと思って買いました。これも1個あたりタンパク質確か 10g って書いてあったような気がしたけど、はい、これもちょっと食べてみたいと思います。お醤油の2本セットになります。前回買った時のお醤油がちょうど切れたのでいいタイミングで買うことできました。はい、これも定番のバナナです。結構デルモンテのバナナだけど美味しいんだよね、あのコストコのバナナね。結構本数入ってます。1、2、3、4、5、6、7本、1本あたり結構大きいんだけど7本入ってます。お得です。はい、こちらフリルレタスになります。2個入りのフリルレタスが2袋あります。フリルレタスはやっぱりちょっとサラダ1枚だけでもサラダ彩りに入れると綺麗なのでよく使います。で、鹿児島産のピーマンです。なんかいつも海外製のピーマンが多かったような気がして、腐ったピーマンが入ってたりしたことがあったのでそれからしばらく控えてたんですけど、今回日本国産のピーマンですごいしっかりした中もしっかり検品して買ってきました。ピーマンしばらく高かったからようやく安くなったっていう感じです。山梨県産の天然水トマト、天然水なのかな、天然水で作ったトマトなのかななんか中玉までいかないよね、ミニトマトよりはちょっと大きいけど、大きい中玉トマトよりはちっちゃいっていう。でもこれサラダなんかには1個ずつで十分って感じです。はい、こちらカマンベールチーズになります。 25g のチーズが10個入りっていうことです。1個あたり、これで 25g、 これ1つきっちり封してあります。こんな感じ、いい匂い、美味しそうはい、こちらサラダクラブ、そのまま洗ってあるのでそのまま盛るだけっていう、大好きこれ結構レタスとかね、みんなねこれ洗って濡らしたやつ乾かすの大変なんだよはい、こちらロース生ハムになります。豚ロース肉の、生ハムスライスしたものですね。これ3パック入ってます。賞味期限
が結構あったので、8月6日までだから2週間、3週間ぐらいあるのでいいかなってね。あなた好きだもんね。はい、こちら買いました。はい、こちらも定番、鶏肉の胸肉になります。このちっちゃいパックが4つ入った形のです。これはもうコストコ定番で、うちも何度も買ってます。はい、これ久しぶりに買いました。去年の暮れに買ったっきりかな、2回目ぐらいかな。殻ついたままの冷凍ガキです。オーブンとかで焼いて食べようかと思って、これ今回すごく安くなってたんだよね。それで思わず買っちゃいました。はい、こちら三元豚の豚しゃぶになります。ロースの豚肉ですね。我が家では定番中の定番です。これがなくなってくると、冷凍庫にこれがなくなってくるとちょっと寂しくなるっていう感じの一品です。はい、そして最後です。アメリカ産 USA、 アメリカ産のビーフ肩ロース切り落とし、牛肉のロース切り落としになります。すごく色つらよくて美味しそう。今まであんまり牛肉ってまとめ買いしなかったんですが、今回初めて買ってみました。はい、今回のコストコ商品お買い物全部で23点になりますね。合計金額 27,068 円になりました。はい、今回最後おまけ、ソフトクリームと一緒に食べ買った、今回はチキンナゲットとポテト、これが780円でした。ポテトとかナゲット買ったことなかったけど、ちょっとたまにはいいかな。ポテトこれいろんなカットしてあるの。こんな丸いカットしてあったり、こんな長いカットしてあったり、めちゃくちゃこれ味はそんなに濃くない感じだから食べれる。はい、あとナゲットです。これもいっぺんには食べれないかもしれない、結構な量。これで780円でした。以上、コストコの買い物になりました。皆さん参考になるものありましたか？また次回買い物したらお知らせします。